田香織さんの歌です。秋田県の仙北二方節でした。藤田さんにお話を伺います。はい、藤田さんは愛媛県のご出身なんですけれども、はい、秋田にゆかりがあるそうですね。はい、愛媛県生まれの愛媛育ちなんですが、はい、学校出ましてから秋田民謡に伺われて秋田の地へ、まあ、内弟子修行に参りまして、その時に内弟子修行に行って初めて聞いた曲が今日のこの仙北二方なので、今日は本当に歌わせていただいて、こんなに熱心に聴いていただいたことにも感謝の思いでいっぱいです。ありがとうございます。藤田さん、はい、今後の抱負を聞かせてもらえますか。そうですね、どこの土地に参りましてもその秋田の曲、今回羽曳野で徳島の曲も歌わせていただいたわけなんですが、心の中に自分のふるさとをこうたくさん作って積み重ねて、秋田の曲は秋田なりに、大阪の曲は大阪なりに、また地元の曲は地元の風土で歌わせていただけるようになりたいなと思います。藤田香織さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いては大阪府の仕事歌、淀川堤千本月歌です。明治時代の淀川改修工事の際にはこの歌に合わせて土手を固める作業が行われました。大野美佐子さんに歌っていただきましょう。それではどうぞ。大阪府の淀川堤千本月歌でした。ありがとうございました。では大野さんにお話を伺います。はい、大野さんは京都市出身。はい、そうです。この歌には思い出があるそうですね。はい、この歌はですね、高校生の時に、はい、念願だった NHK の邦楽オーディションに合格をいたしまして、でその時に合格後に初めて NHK の番組に出させていただいたのがこの民謡を訪ねてだったんですね。でその時に歌わせていただいたのが淀川堤千本月歌なんです。ということは、
プロの民謡歌手として歩み出されるきっかけとなった曲、はい、そしてきっかけとなったこの番組、はい、どうですか、この羽曳野の地で、はい、同じ番組でこの歌を披露するという気持ちは、はい、収録したのは NHK のスタジオだったんですけれども、なるほど。でも私羽曳野は数年前に羽曳野警察の防犯のイベントで民謡のコンサートをさせていただきました。本当に皆さんとても温かくて、今日またこうしてお会いできたのが嬉しいです。ありがとうございました。大野美香子さんでした。ありがとうございました。大阪府羽曳野市のディック羽曳野からお送りしてまいりました民謡を訪ねて、そろそろお別れの時間となりました。今日最後を締めくくるのは山形県の真室川音頭です。大塚文夫さんに歌っていただきましょう。それではどうぞ。で山形県の真室川音頭でした。懐かしい民謡を訪ねて、今日の出演歌大塚文夫、京極和恵、大野美佐子、藤田香織、坂崎盛弘、中村愛、三味線西秀介、西峰介、津軽三味線三山光政、尺八と笛福田光司、鳴り物新井文子、富田新平、林言葉新津幸子、新津美恵子、以上の皆さんでした。ご案内は NHK 大阪放送局アナウンサーの大石正弘でした。
海外安全情報です。この時間は南アフリカとドイツについてお伝えします。はじめに南アフリカ